ちは、長野インターネットショップと申します。こんにちは。今、長野県は上田のアリオに来ておりますけども、ここで今日、バイクのイベントがあるとお聞きしたのでやってきました。ちょっと自己紹介も含めて、はい、お願いします。はい、チーム長野スポーティングディレクター兼ライダーの桜山重則と申します。よろしくお願いします。信州モーターサイクルフェスタということで、はい、まあ、大々的にやってるんですけども、まあ、バイクのイベントだと思うんですけども、どういうものなんですか。はい、そうですね、私たちチーム長野は、モーターサイクルで、長野県の地域活性化や、バイクの普及、若手の育成などを目的にした、市民の有志が集まったチームです。私たちが、まあ、目標としているのが世界耐久選手権の鈴鹿8体という、まあ、世界の、レースの中でも一番人気のあるレースに出場することで長野県を PR しようということで活動しています。なるほど、長野県を PR するということは、やっぱりバイクにその長野県とかあるんですかね。はい、あ、そうですね、もうちょうど私の背中にも、はい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 、これを背負いながら。そうですね、もうまさにもう自分が看板となって走ることで、はい、世界的に長野を PR するということ でちょうど長野県オリンピックが開催されてますの でチーム名がもうまさにチーム長野なので、はいはい、世界の方からもですね、長野って見た瞬間に、あ、ジャパンの長野だっていう、そういう感じになるので、それをきっかけにまた、まあ、ちょっと今コロナであれなんですけど、外国からもこう長野県に、観光客来ていただきたいということで、PR をしてます。まあ、長野県にはサーキットはないんですよね。そうですね、だから場所的にはだいたいどうなるんですか。はい、そうですね、練習はやはりいつも鈴鹿サーキットには行ってはいるんですけど、はい、ただ長野県とやっぱバイクっていうのは非常に相性が良くて、はい、ビーナスラインはですね、そのバイクの中でも、はい、もう何年も連続で一番のツーリングスポットになってますし、やはりこう長野県は本当にバイクで走ると気持ちいい峠道や景色や美味しい食べ物があるということで、日本全国からもたくさんのライダーが長野県に、やってくるようになってます。今回のイベントでもそうなんですけど、はい、実際に長野県警のご協力もいただきまして、やはりレースもそうなんですけど、やはり、思いやりの心ですね、あとしっかりルールを守ることでやっぱり楽しめるものだと思いますので、そういったこともですね、地域貢献ということで交通安全運動にも力を入れさせていただいてます。バイクの魅力っていうのは、まあ、いろいろあると思うんですけども、はい、桜山さんはどんなところに魅力を感じるんでしょうか。はい、そうですね、まあ、昔はそうですね、やっぱこう、まあ、エンジンが発達する前は、まあ、皆さん馬に乗られてたと思うんですけど、はい、まあ、まさにバイクも馬と一緒で、もう、まあ、人馬一体ならぬやっぱ人車一体ということで、オートバイっていうのはですね、本当に自分の意のまま、そして体全体五感を研ぎ澄まして乗ることができる乗り物なので、まあ、乗り物としてはですね、まあ、個人的にはですね、もうこれ以上楽しいものはないんじゃないかって思うぐらい、やっぱりオートバイっていうのは楽しいものですので、でさらにこの長野県の魅力を感じるのにもとっても、優れているものになりますので、やっぱそういったことを多くの皆さんに知っていただきたいと思っています。今後はどんな風にしていきたいと思っているんでしょうか。そうですね、まあ、まず8月7日に迫りました鈴鹿8体でですね、うん、まあ、目標である、まあ、入賞という20位以内ですねの掲げてやってまして、まあ、本当に世界の強豪チームが出る8体の中で、まあ、私たちみたいなプライベーターがですね、20位以内に入るというのはもう奇跡に近いことではあるんですが、やはりもう挑戦することが大事ということで、目標は高く頑張っていきたいと思ってます。で、私たちが活躍することでまた長野県も注目されて、はい、盛り上がっていってくれることと思いますので、まずはそこに向けて頑張りたいと思います。ぜひ私たちチーム長野と一緒に世界の舞台で戦っていただける方も随時募集してますので、ぜひ私たちと一緒に頑張りましょう。ぜひ夢や希望に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。一言お願いします。こんにちは。お名前は何ておっしゃるんですか。長野わさびって言います。わさびさん、はい、今日はなんか初舞台というふうにお聞きしたんですけども。そうなんです、このチーム長野でもう初舞台でちょっと今日お仕事をさせていただいてます。これからイメージキャラクターとして頑張りたいと思います。長野わさびお願いします。こんにちは。こんにちは。すいません、自己紹介お願いします。はい、南信州は高木村にいます水谷と申します。水谷さん、はい、今日はチーム長野のイベントにはるばる、はい、まあ、飯田の方から来られたとお聞きしたんですけども、
はい、その辺のつながりは何だったんでしょうか。はい、今年 NHK で安治マガソンを取り上げていただきまして、はいはい、それを見たスタッフの方からお声掛けいただきまして、はい、ぜひサーキットで使うあの傘に安治マガソンを作ってほしいというような声をいただきまして、コラボする予定となっております。どういう伝統があるんですか。高木村で、安治間という地区がありまして、はい、その地区で江戸時代からずっと作られ続けてきた和傘になります。うん、作る人が少ないとかを聞いたんですか。そうなんです。今一時期は100軒ぐらい傘屋が村にあったんですけど、はい、今なりわいにしていらっしゃるのは1軒お一人となっております。貴重な1軒なんですね。そうなんです。やっぱり伝統を守っていくということで保存活動をされている安治間傘の会という会もありますし、私みたいに傘を習いたいという形で地域おこし協力隊として村に入っておりまして。あ、そういうことなんですね。はい、で今こういった傘作って練習をしているところです。もう何年目になるんでしょうか。今3年過ぎて4年目になってます。まあ、今後、はい、まあ、伝統を引き継ぐってことは大役だと思うんですけども、まあ、どんな目標があるんでしょうか。やっぱり結局ぜひぜひこれを普段に皆さんに使っていただけたらなっていう思ってます。まあ、今後とも頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございます。これバッテリーかな。これ電動です。すごい、乗ってみたいですけど。どうぞ。なんでこれでもここにモーターがついてるんで。これ子供用のやつですね。でパワーの切り替えもここでできるんで、はいはいはい、今は低速にしてあります。すごいすごい。離して逃げる、離して逃げる、これこっち、これブレーキ、これブレーキ、そう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 。初めて動かしてみてどうでした？難しかった。そうですか。でも楽しかった。はい、こんにちは。こんにちは。長野インターネット放送局と申します。すみません、自己紹介お願いします。はい、こんにちは。信州活性プロジェクトチーム長野代表の吉井と申します。吉井さん。はい、よろしくお願いいたします。今日はバイクがいっぱい並んでますけど。そうですね。どういうイベントなんでしょうか。実はですね、僕らそのバイクで長野県を盛り上げようっていう活動をしてるんですね。はい、まあ、その中でレースを中心に、まあ活動しているんですけれども、そのレースに出る車両ですね、はい、これを広く長野県の皆さんにこう地元の皆さんに見ていただいて、でやっぱりそのレースを応援していただきたい、それからチームを応援していただきたいっていう趣旨で、まあ、今回このモーターサイクルフェスタっていうのを開催させていただいている感じですね。信州モーターサイクルフェスタ、はい、どういうその感じでやってる。あ、そうですね、もうこれで何回目かな、いろんなところでやらせていただいてるんですね、うんうんうん、こういったショッピングモールですとか、あとはまあいろんな会場でやらせていただいてるんですけれども、やっぱりまずはその、まあ広く地元の皆さん、地域の皆さんにこういったマシンをですね実際に見て、はい、でまあ、お話を させていただいたとか、その中でこうバイクを身近に感じていただける、まあ、そういったイベントにはなってます。僕らそのこういったバイクを使った活動をしてますので、やっぱその交通安全っていうのはすごく重要なテーマなんですね。いかにそのバイクで安全に走れるか、楽しく走れるか、そういった観点から県警とまあコラボさせていただいて、まあ、交通安全啓発活動っていうのも含めて一緒にこの、イベントをやってる感じですね。はい、バイク乗る以上は、まあ、交通安全ということが、まあ、そうですね、はい、しかもその新しいちっちゃい子もそうですね、どんどん育ってほしいっていう、そういう願いもあるんですね。そうですね、やっぱりその長野県ってモータースポーツと意外とこう縁遠い地域なんで、サーキットがないですし、あ、そうですよね、はい、その中でそのモータースポーツにこう興味を持っていただいて、例えば将来こういったバイクを作ってみたいとか、ライダーになってみたいとか、はいはいはい、メンテナンスをしてみたいとか、そういう夢を持った若い世代の方たちがこの長野県から育っていただきたいというふうに思って、僕はその活動の一環として地域密着、地域貢献、まあ、若手育成という形で活動をしているんですね。なるほど、はい、まあ、チーム長野というと、まあ、長野という言葉も、はい、かなり有名になってきてますからね。そうですね、おかげさまでそのまずその長野ブランドっていうものがやっぱり世界でも
もう通用する、特に長野オリンピックあたりからですね、やっぱその長野っていうこのブランド名がその世界でも通用するようになってきた。で僕らその、まあ、信州活性プロジェクトという、まあ、頭につくんですけれども、まあ、その長野県全体を含めて、まあ、信州地域ですね、地域密着地域貢献で長野を盛り上げていきたい。でその中でそのチーム長野という名前もおかげさまでこのレース業界の中でも結構もう浸透してきている。でこの地域だけではなくって全国にもやっぱファンが増えてきているというのはすごく本当にありがたいことで、ここ皆さん応援していただいたりですとかいうことがこうネットの中でも非常に起きてきてますので、それはこのチーム長野というネームバリューがもうすごくこうこの活動自体がでもね皆さんにこう評価されつつあるのかなっていう今現状ですね。なるほど、はい。まあ、バイクを通じてまあ地域活性化っていうことだと思うんですけども、はい。まあ、なかなかその個人的というかそのどこの援助も受けていないっていうふうに思ってたんですよね、はいはい。その点サポーターとか募集してますよね。もちろんです。あの僕らはチームメンバーもそうなんですけど、まあ、仕事をしながらこの活動をしているんですけれども、あのバックボーン、まあ、大きなスポンサー、うん、メインスポンサーさというのは僕ら持っていないんですね、うん。あのマシンを見ていただければ分かると思うんですけれども、うん、本当に長野県内、まあ、県外の企業さんも賛同してくれていただいているんですけれども、うん、はいはいはい、中小企業さんが、まあ、お金を出していただき、でさらに、まあ、当然僕らも持ち出しなんですけれども、うん、レース活動とは全て自分たち手弁当で参加しつつ、あとは個人サポーターさんですね、一口3000からの個人サポーターさんも全国に今増えつつあります、まあ、そういった方たちのご支援を受けながらこの活動、レース活動っていうのを今していますね。今は何名ぐらいいらっしゃるんですか？メンバー的には20名ですね、はいはいはい、チームメンバー20名ですね、はい。あのレーサーってことですよね。レーサーは3人だけなんですよ。4人ですね。橋隊は3人と、もう1人あの若手育成枠でライダーが1人ですね、まあ、今ライダーが4人と、あとあのチーム長野の、まあ、ジュニア育成枠っていう形で、まあ、小学生の男の子が参加していただいたりとか、あとみんなメカニックとか、はいはいはい、チーム運営ですとかサポートですとか、いろんなやっぱりそのメンバーが必要になってきますので、まあ、総勢含めて今20名ですね。はい、はい。今後はどんな風にしていこうと思ってますか？そうですね、やっぱりその僕らもそのどちらかというと年齢層が比較的高いので、うん、まあ、今も学生さんですとかも加わっていただいているんですね。この活動をもっともっとこう若い人にこう入ってきていただいて、まあ、次の世代に引き継いでいく、うん、で僕らその通過したいって今言ってるんですけども、うん、あくまで通過の橋隊は通過点で考えていて、やっぱりその世界耐久選手権、やっぱりヨーロッパの方、うん、そこにやっぱり僕ら行きたいんですよ、うん、長野県から、ね、日本の、ね、一地方の一市民チームがやっぱその世界の舞台で戦うっていうことが、うん、まあ、その多分皆さんこう夢を持っていただけると思ってるので、まあ、橋隊をまず、ステップにして、そこからさらに世界耐久選手権の場に僕ら長野から世界にということで考えています。ですから若い世代にどん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 こう加わっていただいて、長野県をもっともっとこう盛り上げたいなというふうに思っています。夢や希望に向かって、そうですね、頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。チーム長野一丸となって頑張ります。応援よろしくお願いします。